今回の優しく学ぶ電気工事シリーズでは、炭素酸線式の基本ということについてお話をしていきたいと思います。で、えー、合わせてですね、えー、前回ね、お話をした、えー、ブレカの 2P1E、2P2E の使い分けについても、ここでね、お話をしていきたいと思います。で今回の内容からですね、いよいよ、えー、伏線図に関連する内容になってきますので、えー、ぜひですね、しっかりと、 勉強していいいただければという,ふうに思いますでは、まず、単相酸性式というのはどのように、どのように作られているかということなんですけども、あの電柱の上に置いてある変圧器のことを、中上変圧器というふうに言うんですけども、電柱の上の変圧器、電源の、電圧の高い方ですね、電圧の高い方についてはですね、えー このように 6600V という高圧になっております。で、次、えー、側というんですけども、こちらの方が全体ですとですね、この黒と赤の間、黒と赤の間を取ると、210V という電圧が取れるようになっているんですね。で、その真ん中で、まあ、ここがね、重要なポイントなんですけども、 まあ中性点というんですが、この真ん中からですね、えー、設置線を出して、えー、アースを取っています。このアースのことを B 種設置工事というふうに言うんですね。まあ、この B 種設置工事については、えー、これは詳しくは一種の工事士の方で出てきますので、まあ、今回はですね、ちょっと活用しようかなというふうに思います。で、 え、炭素三線式というのは、え、このように三本線が出ているから三線式というふうに言うんですね。で、電線の色分けとしては、まあ、一般的にはですね、黒線と、えー、赤と、あと真ん中にですね、まあ、ちょっと書くとわからないんで、合わずと青にしてますが、白線。え、上から黒、白、赤の順に、えー、つないでいくという形になっています。まあ、上からっていう言い方あれかもしれませんけどもね。 はい。で、そうするとですね、全体で210という電圧なので、黒と真ん中の白だけ持ってくると、はい、105V という電圧になるんですね。で、白と赤を持ってくると、ここもやはり 105V という電圧になるわけです。で、この白線については、いかんせんアースを取っていますから、触っても感電しないんですね。 まあ、つまり安全な線ということになるんですね。で、ここから今度、もうちょっと発展をします。発展をします。えー、まあ一般的にコンセントなどに引っ張ってきている電線というのは、この単相2線式 105V というふうに言うんですね。あちなみにですね、この単相2線とか3線をこのように記号で書くこともあります。えー、これがワンファイ、えー、ワンフェイズ、これ単相っていう意味ですね。 で、2W、これ、2ワイヤーという意味で2線という意味ですね。で、この単層2線式 105V の場合。で、ちなみに、この単層2線式の 105V、これが複線図を書くときのメインになりますんで、ここはしっかりと、えー、把握しておく必要があります。で、この 105V なんですけども、えー、一応ね、線に名前が付けられてまして、黒線をですね、 非接地側というふうに呼ぶんですね。で、記号としては L を書くことが多いです。で、この L については、まあ、あのー、人によってちょっと言い方が分かれることもあるんですが、まあ、ライブとかですね。つまり電圧が生きている、電圧がかかっている線という意味です。で、複、えー、線図を書くときのこの黒の役割としては、電源から直接送る線だよ、 という認識をしていくと間違いがないかなと思うんですね。つまり、えー、もう電源から直接電気を送っていくための線だというふうに覚えていただければいいと思うんですね。で、もう一つ白線なんですけども、これはですね、設置側というふうに呼ぶんですね。で記号としては N を使います。で、この N はニュートラルの N ですね。 もともとこの白線というのは中性線という意味がありますので、まあ中性、真ん中という意味でニュートラルなんですね。で、複線図を書くときのこの白線の役割なんですけども、これは使った電気を戻す線というふうに把握しておくと間違いがないと思います。で、この黒と白の間にいろいろ機器をつないでいくんですけども、例えばコンセントの場合は、えー もう、コンセントというのはもう常に電気が来ていますから、黒線、つまり電源から直接送る線を繋いでいく。で、コンセントは長い穴と短い穴がありますので、この短い穴の方にこの黒を繋いでいく。で、長い穴の方にこの白を繋いでいく。という流れになるんですね。で、今度、照明器具なんですけども、照明器具って皆さん当然、つきっぱなしの器具ってほとんどないですよね。 つまり、照明器具というのは、スイッチから電気をもらうんですね。ですので、照明器具は、この黒線は直接、一般的には入れないんですね。で、えー、白線についてはもう直接入れてしまうわけです。えー、使った電気を戻す線ですし、あと、ここがポイントなんですが、えー、先ほども説明したように、白線というのは、触っても感電しないんですね。 感電しないんです。だから直接、えー、入れてしまっても問題ないわけです。で、照明器具はこのようにですねで。一旦黒線がスイッチによって、そのスイッチから電気をもらっていくということになります。で、えー、このスイッチに行くまでが黒。照明器具には白が入る。これは絶対なんですけども、 スイッチから賞味器具の間の線というのは、えー、ここで実際には色決まっていないんですね、えー。技能試験なんかだと、ここの色っていろんな場合があります。例えば赤がく黒場合もあるし、黒が行く場合もあるし、白が行く場合もあるし、いろんなパターンがあります。なので、えー、役割別という意味では、このように赤で書いておくといいのかなと思います。赤で書いた部分は、えー、色が決まっていないという認識ですね。 で、えー、ですので、まあ、下がね、技能試験で実際に使うランプレセプタクルという器具なんですけども、えー、ニュートラルは直接繋いでおきます。まあ、ちなみに、あの、これは技能の時に詳しく勉強するんですが、極性が決まっていまして、この外の受け、受け金ネジっていうんですが、こちらにニュートラルを入れるんですね。まあ、触っても感電しないという意味がありますね。で、えー、反対には L を直接入れるのではなく、なく、 スイッチから来た線。まあ今、役割別で言うと赤を繋いでいくということになるんですね。で、ここがポイントなんですけども、100V の場合は、スイッチさえ切ってしまえば、このランプレセプトだけの赤線側は繋がらないわけです。で、白は電源と繋がったままにはなってますが、先ほども言いました。白線は触っても感電しないんですね。 ということはスイッチさえ切ってしまえばこのランプレセプタクには電圧はかかっていないという状態になるわけですだから安全なんですねところがこの黒と赤を持っていった場合この場合電圧としては2 1 0トになるわけです で、今ですね、両方105と書いてますが、そうすると105と105じゃ0になっちゃうんじゃないかというイメージあると思うんですけども、まあ、あの、交流の場合ですね、プラスマイナスというい方はちょっとできないんですけども、便宜上使うとすれば、黒がプラスの105であれば、赤はマイナスの105という状態になるんですね。だから210を取れるということです。で、 この黒赤だけ持ってくると、単相2線式の 210V ということになるんですね。で、200V のコンセントの場合は 100V と変わらないんですが、ここに照明器具なんかをつなぐとちょっと変わってきます。例えば、ランプレセプタクル。これ、えーまあ、黒と赤をつないでいたとすると、もしですね、この黒線だけスイッチできる、例えば 100V と同じような形ですね。 黒線だけスイッチできるとなると、まあ、スイッチを切れば、実は消えるんですよね。なぜなら、電気が流れなくなるからです。消えるんですけども、でも、赤がつなぎっぱなしになってしまうと、これ、この写真で言うと右側には電圧がかかった状態になってしまうんですね。スイッチが切れていて、電気はつかないけども、電圧はかかっている。これ、非常に危険なんですよね。なぜなら、 まあ一般的にはですね、スイッチが切れていて電気が消えていれば電圧はかかっていないと考えてしまうわけです。でも 200V の場合は片方線がつながっていたらもう電圧はかかっているわけです。だから非常に危険なんですね。だから 200V は必ず黒赤両方とも切る必要があるんですね。で、ここで使うのがスイッチの記号のところでご説明をした2極両切りのスイッチです。 はい。で、200V はもう両方切らなきゃいけないということを認識していただければと思います。さて、ここで、えー、ブレーカーについて最後お話をします。ブレーカーは2極1素子 2P1E と2極2素子 2P2E があります。で、えー、勉強したとき2極1素子は 100V しか使うことはできないというお話をしたんですね。2極2素子については 100V も 200V も両方行きます。で、なぜ1素子の方、100V しか使えないのかというと、えー、ブレーカーにはですね、実際に切る接点の他に、過電流引き外し素子というのがついてるんですね。つまり、この素子に大きい電流が流れると、検知して開くという構造になってるんですね。で、2極1素子の場合は、これがですね、L と書かれているところにしかついていないんですね。 n と書かれた極の方には、えー、素子がついていないんですよ。で、えー、まあ、例えば、この、器具のね、どういう故障、不具合が起きたかによるんですけども、えー、まあ、場合によってはですね、この、えー、器具のですね、黒線側にしか大きい電流が流れないという事象があるんですね。まあ、例えば、えー、この黒、黒が地面と直接つながってしまう。 で、えー、これ、つまりですね、ニュートラルが、これって、えー、まあ、地面と同じようなもんなんですよ。で、黒線が直接地面につながってしまうってことは、ある意味、黒と白を短落したような状態になるんで、黒線にだけ大きい電流が流れるんですね。で、もしですね、この二極一素子のブレーカーで間違って、えー、L の方に N 入れて、下に L 入れてしまうと、大きい電流が、こちら側だけ流れるんですね。 で、まあ、地面として戻っていくんですけども、そうすると、引き外し素子に流れないので、不具合が起きてもブレーカーが検出できないという状態になってしまうんですね。これって非常に危険なんですよ。まあ、例えば、ニュートラルの線がね、別に地面と繋がってしまっても、地面と地面が繋がっても当然電気流れないので、えー、まあ,あ、本当は良くない状態ではあるんですけども、まあ、すぐ事故になるとかではないんですね。ともかく、 L の線が地面と直接つながってしまうような状態になったら必ず検出しなきゃいけないんですけど、この二極一素子の場合は使い方を間違えるとダメなんですね。で、200V の場合ってどうでしょうこれもし、例えばね、二極一素子を 200V で使ってしまうと、例えば L に黒入れるのは OK、N の方にじゃあ赤入れるかってやってしまうと、これ、200V の場合って、 赤が地面と繋がってしまっても大きい電流が流れるわけですよ。なぜなら200ボルトも地面に対して100あ、赤、赤の方ですね。ごめんなさい。赤の方も地面に対して105という電圧がかかってますんで、危険なんですよね。で、二極一素子のブレーカーで、えー、この黒赤かれてしまうと、赤で不具合が起きてもわからない。 という状態なんですね。もう非常に危険ですよね。だから、絶対に2極1素子は2 0 0ボルトには使ってはいけないんです。なぜなら、1素子の場合は L の線の不具合しか検出できないからです。イ素子の場合は、これ、えー、L とか N という曲線がないので、どちらの線で不具合が起きてもちゃんとこの素子が検出しますんで、えー、遮断できるということなんですね。 これが 2P1E と 2P2E の使い分けの理由なんですね。まあ、もちろんですね。あの、これ覚えてしまえば終わりなんですけども、えー、なぜそうなのかっていうことを把握して覚えることによって理解が深まりますので、えー、かなり応用性が広がるのかなというふうに思います。はい。えーまあ、今回の、えー、動画の、まあ、最重要ポイントはですね、ともかくこの、えー、100V のこの黒線と え、白線。まあ、色としては青ですけども、この役割ですね。あと、この配置ですね。コンセントは黒白の間に直接入れる。照明器具は黒で、黒がスイッチに入って、そのスイッチから電気をもらう。この流れを把握することが、今後の複線図の話にとって非常に重要なので、ぜひ、しっかりと把握していただければと思います。 えー、それではですね、えー、今回の解説はここまでとさせていただきます。次回はですね、より複、えー、線図に近い複線図の内容をもうちょっと深くやっていきたいと思います。それではぜひ次回の動画もご覧いただければと思います。日本エネルギー管理センターの YouTube をご覧いただきまして誠にありがとうございます。 当チャンネルでは電気工事士、電験三種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。